吉井さん、友一郎は、福岡県田川郡糸田町出身で、出羽の海部屋、本名は、吉井友一郎。最高位は、西前頭11枚目。現役時代の体格は182センチメートル、92キログラム。特異種は、右四つ、突っ張り、叩き込み。旧正田川中学時代から相撲で鳴らしており、講和専門学校から、紅れな大学へと進んだ。 紅れ領大時代には1947年の第2回、石川国体や全国学生相撲選手権大会で優勝を飾るなど活躍した、卒業と同時に出はの海部屋へ入門し、1948年、5月場所に手幕した14枚目格付けでで、初土俵を踏んだ、戦後初の大学出身力士である、初土俵から3場所目となる1949年、 1>, 1月場所で幕下優勝し、翌、5月場所で重量昇進、いきなり東重量4枚目に上がって受賞を上げて、同年、9月場所で新入幕を果たした。期待に違わぬスピード出世は、経歴も含め当時の話題となった。しかし突っ張って、叩くだけの単調な取り口で、相撲を覚えられると出世も頭打ちになり、約4年半ものまま空地界会に止まったままだった。 1954年5月場所で重量に下がってからは重量と幕内との往復が続き、さらに1957年9月場所、西前頭22枚目の位置で5勝10敗と負け越したのを最後に再入幕は果たせなかった。そして1959年11月場所では幕下にまで陥落、同場所以降は休場を続け、 東幕下46枚目に在位した1960年3月場所をもって36歳で引退した。引退後は、年寄り、大野松から関野戸を襲名し、出羽の海部屋付きの親方として、後進の指導に当たっていたが、1966年7月場所限りで廃業した。その後、遊園地の主営などを務めたというが、晩年の消息は不明である。吉井さんは、 取り組み以外での話題の方で有名だった。吉山が土俵に上がると、倉前国技館に駆けつけた母校、紅れ大の応援団が、オースという声援を送り、一頃の国技館名物となっていた。さらに数々の気候でも知られ、特に兄弟子で年齢も近いで和金が絡んだ逸話は有名である。例えば、さながら若手お笑い芸人が無理難題に、 挑戦させられるバラエティ番組のような話だが、吉井さんは、出輪金の挑戦をことごとくクリアして、検証をせしめ、出輪金を降参させたのだという。また、1959年5月場所、東十両14枚目がった。吉井さんは14日目まで7勝7敗。その晩、講演者と酒を飲んで出水翌日目を覚まして、今日が千秋楽と知らされ。 よたよたと駆けつけた時は、すでに遅く、新十両の大砲の不戦勝になり、相撲を取らぬまま、不戦敗で負け越したというエピソードもある。取り組みではなぜか平幕の二世山に弱く、十戦、全敗だった。なお、彼がいた頃の大相撲では時折前頭が二十枚目以上、つくほどに、幕内力士が多かったためか、最高位が前頭十枚目以下の力士の中では、幕内座位数、 幕内勝利数並びに敗戦数が最も多い。左飛骨下端部骨切れ左足首関節粘座により7日目から、途中休場腰部打撲により3日目から、途中休場、10日目から再出場。ありがとうございます。